ユジノクリリスク前景ユジノクリリスク中心街にある、イカリユジノクリリスク中心街ユジノクリリスクの正教会ユジノクリリスクは、サハリン州のクナシリ島に存在する町の一つである。南クリル管区の行政府の中心である。なお、日本政府は当地を北海道クナシリ群ク村に属する古、ガマネノであるとして、領有権を主張している。千島列島では、 最大の都市である。ロシア政府は2006年のユジノクリリスク町の人口を6,081人と発表している。現在の人口は7,105人。2010年の国勢調査によると人口は6,617人であった。クナシリ島のホーツク海沿岸部に位置する港町である。地震、気象、津波観測所がある。自然環境保護区として、 クリルスキ保護区が設置されている。1945年9月1日よりソ連、そして1991年以降は、ロシア連邦の統治下に置かれている。1946年にロシア語で、南クリルを意味する、ユジノクリリスクが設立され、1947年には、日本人住民は退去させられた。ソ連崩壊後は、 人口減少が著しく低迷していたが、21世紀に入り、ロシア政府が積極的な投資を行って、住宅、工場の設立等のインフラ整備をするなどして、人口が増加した。夏は冷涼で、霧が多く発生し、航空便の欠航が増える。冬は厳しく、しばしば海が大荒れになるが、オホーツク海側にある西海岸と比較すると、 流氷の影響を受けにくく、不登校とみなされることもある。ロシア気象庁の観測によると、最も寒い2月の平均気温はマイナス5.3度と温暖であり、8月平均は15.9度と冷、冷涼で年格差の小さい海洋性の気候である。2002年国勢調査によると、住民の80.3%がロシア人、8.2%がウクライナ人、 1.1%がタタール人1.1%がベラルーシ人1.0%がカザフ人8.2%がその他となっている。現在はサハリンからの未定期航路、航空路が開設されている。一方、北海道からは交流事業を行うための交流船による往来が可能である。 http://dvor.jp:/subkt.safarin.htm.fi 12010http://kurilskiy.ru スラッシュ12011から 2016? ありがとうございます。